さて皆様、本日はお忙しい中、東京モーターサイクルショー2019 NGK スパークプラグブースにお越しくださいましてありがとうございます。ただいまより NGK スパークプラグの新製品となります、その商品の発表をさせていただきます。プレスカンファレンスを始めさせていただきますので、どうぞ皆様最後までお付き合いいただきたいと思います。どうぞプレスの皆様もですね、こちらにご到着される方、どうぞですね前の方に、ブースの方に入ってきていただきまして、ご参加いただければと思います。本日の司会進行でございますけれども、私モータースポーツアナウンサーのピエール北川が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。恐れ入ります。さあ、それでは、お時間の方もございますので、まずは商品のですね、新製品の発表に先立ちまして、日本特殊陶業株式会社自動車営業代表の松井よりお集まりの皆様にご挨拶させていただきます。それでは松井役員、どうぞお入りください。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました日本特殊陶業の自動車営業本部担当しております松井と申します。本日はお忙しいところ、NGK スパークプラグの新商品、発表にですねお越しいただきまして、どうも誠にありがとうございます。会社を代表してご挨拶させていただきます。日本特殊、我々日本特殊陶業は、1936年の創立以来、世界ナンバーワンのスパークプラグメーカーとして、常に高い品質、技術力で、世界中の二輪メーカーと取引をさせていただいております。国内のアフターマーケットにおきましても、おかげさまで、多くのお客様からご支持をいただいており、この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。私たちはこれまで、二輪のアフターマーケットビジネスを通じて、一台の愛車を大切に乗られるお客様が多くいらっしゃることを学ばせていただきました。そのようなお客様の声に応えるべく、今回は新たに二輪車専用のスパークプラグのシリーズを発売することにいたしました。概要につきましては後ほど詳しくご説明させていただきますけれども、この新商品が皆様のバイクライフの充実に貢献できたら幸いでございます。新商品開発発表に対して、我が社を代表してご挨拶と返させていただきます。どうも本日はありがとうございます。どうも松井さん、ありがとうございました。さあ、それではこれよりですね、具体的に新製品の発表に移らせていただくわけなんですけれども、ステージにもう一方お呼びしたいと思います。日本特殊陶業株式会社市販技術サービス部部長の鈴木も登壇させていただきます。それでは鈴木部長、どうぞお入りください。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではこれより新製品のいよいよ発表ということになるんですが、その前にまずは映像をご用意しておりますので、まずは映像、こちらをご覧ください。どうぞ。驚きの加速感を全てのライダーへ。二輪用プラグに D の衝撃誕生。 NGK モト DX 二輪初ルデニウム配合中心電極を採用。サーモクリアランスの拡大により優れた着火性が持続。そして新素材を採用した D シェイプ外側電極。この形状で燃焼効率大幅アップ。火炎が広がり理想的な燃焼を実現。性能が違う、耐久性が違う、体感性、突き抜ける加速感、すべてのライダーへ。 NGK モト DX。 さあ、ということで皆様いかがだったでしょうか。ただいまご覧いただきましたのは新たなる商品でございます、 NGK モト DX の紹介映像ということでございましたが、さあ、それではこれよりですね、その全貌、形が明らかとなります。では皆様、ステージご注目をいただきたいと思います。それではこちらご用意させていただきました商品のこちらモニュメントでございますけれども、早速ご覧いただきたいと思います。ではご用意の方よろしくお願いいたします。 NGK スパークプラグの新製品、 NGK モト DX です。どうぞどうぞ大きな拍手をお願いいたします。さあ、ということでアンベールされました NGK スパークプラグの新製品、
NGK 元 DX 誕生でございます。ではここからですね、新製品の NGK 元 DX をお披露目をされたわけなんですけれども、まだこれからですね、皆さん一番興味のある肝心の性能について明らかにはまだまだなっておりません。ここからのお時間はですね、外見からではわからないさらに進化した中身についてを元 DX トークショーと題しまして、皆さんにこの時間お伝えしていきたいと存じます。私司会とそれから松井役員鈴木部長だけでももちろんいろいろなお話は膨らんでくるかと思うんですが、せっかくの機会ですから、ここでですね、プラグに人一倍熱さを持つお方を ステージにゲストとしてお招きしたいと思います。元ホンダのワークスライダーで全日本グランプリ全米選手権でのチャンピオン獲得、現在はテレビの MotoGP の解説などで皆様には大変おなじみでございます、活躍中の宮城ひかるさん、ゲストとしてお招きしております。どうぞ宮城さんお入りください。大きな拍手をお迎えください。よろしくどうぞお願いいたします。どうぞどうぞお進みください。はい、そちらの方にお進みいただきたいと思います。では、このお三方で進めてまいりたいと思いますので、どうぞ皆さんおかけください。よろしくお願いいたします。さあということでですね、早速なんですけれどもお時間もございますので、お話を聞いていきたいと思います。まずは、先ほどのムービーをご覧いただきましたけれども、松井さん、二輪車のユーザーに向けての新たな商品ということになりましたね。はい、はい、そうですね、初めての二輪専用のスパークプラグということで、はいはい、元 DX というのを発売させていただきました。はい、まあ、あの二輪車用のブランド、またなぜですねこのタイミングでその二輪に特化した商品を作られようというふうになったんでしょうか。そうですね、日本国内の二輪市場はブームの1980年代から比べまして、残念ながら、保有台数としては、どんどん減ってしまっているんですけれども、当時1990年代で1800万台あった保有台数が、はい、今では1000万台ちょっと超えるくらいでだいぶ減ってしまってます。うん、ただ、質の方はですね、当時よりもむしろ良くなってるんではないかと思います。なるほど。私も当時、バイク乗ってたんですけども、バリバリ伝説とかに憧れてああいう車に乗りたいなと思ってたんですが、はい、お金もないしテクもないしなんていうんですかね、あまりその充実したバイクライフっていう感じではなかったんですけども、はい、今はですね、保有台数は減ってるものの、減ってる部分というのは 50cc とかいわゆる原付のところで、125以上の、まあ、中型から大型にかけてはむしろ増えてます。で、ユーザーの方も多分、40台以上が 80% ぐらいだそうで、はい、まあ、ここから、推測されるのは、まあ、なんて言うんでしょう、テクニックもあって、違いが分かって酸いも甘いも噛み分けてるような立派なライダーの方が、うん、そのバイクライフをですね、ツーリングを楽しまれたり、はい、カスタマイズを楽しまれたりとああいうことになってるなというふうに理解しています。なるほど。で、まあ、そういう方々に対して、より、良い走りを実現していただこう、楽しんでいただこうということで、我々このスパークプラグを開発いたしました。はい、はい、結構若い方がメンバーの中心になられていると、開発にはそういう話も伺いましたけれども、ね、はい、バイクのユーザーは先ほど申し上げたようにご年配の方が多いんですけども、はい、でそういう方に押されてますけども、若い人はでも一方でそういったバイクが好きな本当に好きな人たちもいっぱいいて、うん、で手前どもの その営業マンの中でですね、20代30代前半ぐらいの若い人たちが集まってこのプロジェクトを自ら立ち上げて、はい、で技術部門だとかですね、広告宣伝を自ら巻き込んで今回の発売に至っております。なるほど。若いやつらもなかなかやるなと、はい、私の若い頃と比べて ずっとしっかりしているという印象を持ってます。なるほど。はい、なので、はい、このプラグが成功することは、彼らにとっても非常に喜びでもありますし、はい、ぜひ成功させてやりたいなというふうに思っています。はい、まあ、本当に世代を超えて若い方、そしてね、まあ、ご年配のライダーの方、いろいろな皆さんが関わっている新商品だなというのがお話で分かってきたんですけれども、さあ二輪車を、ね、まあ、趣味にされている方っていうのは結構ブランドにやっぱり自分のこだわりがあると思うんですね。例えばエンジンオイルはこれだとか、タイヤはこれだとか、いろいろあると思うんですけれども、まあ、NGK を、ね、やっぱり、ね、愛用されているという方、長きにわたって愛用していただいているという方も当然多いとは思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。そうですね、はい、おかげ
げさまで手前ども特に二輪に関しては世界のマーケットシェアのどうでしょう7割ぐらいを、うん獲得させていただいてまして、はい世界中の方々にご利用いただいているというふうに認識しています。ただ一方で二輪用の新しいプラグの発売ないのかとか、はいまあ、そういった要望もいろいろございましたんで、なるほど今回はですね、こういったプラグを、発売させていただくことに なりました、はいはい、ということはやっぱり業界の方からもユーザーの皆さんからもかなり新商品を出してくれないかっていう、そういろいろご要望がね声が聞こえていたっていうところがやっぱり最初なのかなっていう意味では、まあ新しいねここでね風も吹きそうな感じもいたしますが、まあNGK のスパークプラグというのはさっき7割という話もありましたが、非常にトップブランドとしてはもう皆さんおなじみのまあこのブランドではございますけれども、ちなみにこのさっき登場してまいりました元 DX というこの名前なんですけれども、これはどういったところから思いつきで付けられたわけなんですか。まずまあ二輪専用ですので、はい、元 GP の元ですね、こちらは、それを表現しています。はい、で手前どもの製品今までもそうだったんですけど、例えば前に発売しました IX というスパークプラグは、うん中心電極のイリジウムの I を取って、はい名前に使っておりますけれども、うん今回はですね、外側電極の形状 D シェイプというんですけれども、はいこちらの D を取って DX といたしました。うんプラグのそうすると呼び方も今までの枠にとらわれない新しい感じのところから発想したっていう。そうですね、はい、そうですね、はい、ダブルミニングがあるのかってスタッフに聞いたらそれは特にないみたいなんですけど個人的にはこれNGK のあれじゃないですよ、個人的にはバリバリ伝説の D かな、伝説の D 伝説の D ということでね実はそういう裏にはなんか思いも隠されていたっていうところが今出てまいりましたけども、まあ、先ほど皆さんねちょっと見ていただいて分かると思うんですけど、断面のところが、ちょうど D のねアルファベットの D の文字が、ちょうどイメージできるというところからの DX の D というところではあるんですけれども、まあさっき今ちょうどね MotoGP の話出ましたんで、やっぱり宮城さんなんかもね MotoGP の解説なんかもされてますから、はい、やっぱりこの Moto そして DX、うん、何かこう名前聞いてるだけでも二輪すごくワクワクする商品名ではありますよね。大変嬉しいですよね。NGK という世界のトップブランドがですね、その二輪専用のこのブランド商品を出したということがまず大変嬉しいですよね、はい、それとあと技術的なお話を伺っても、はい、まあ、我々乗り手としてもすごく楽しみになってきたというような感じがします、うん、はい。じゃあですね、ここからまあ、松井さんに今いろいろと開発そして思いというものを聞いてきたわけなんですけれども、実際にですね、まあ、技術そういったところの、ね、深いところまでちょっと話を聞いていこうかと思います。鈴木部長にね、市販技術サービス部の鈴木部長にもお越しいただいてますので、やっぱり技術者として、こだわり抜いたいろいろなあれやこれやというところもちょっとねお話を伺いたいと思いますけれども、今回の商品いかがでしょうか。はい、まずははい、いろいろともうすでにお話が出てるんですけれども、今回のこの Moto DX の特徴っていうのはですね、はい、もうすべてこの電極部に集約されております。こちらですね、はい、スパークプラグには外側電極と中心電極と呼ばれる2つの電極があるんですけれども、はい、この2つですね、この2つの電極の形状だとか材質によってスパークプラグで最も重要な着火性、はい、あとは耐久性っていうものが、決まってまいります。うん、はい、で Moto DX はですね、外側電極自体に、形状が D シェイプっていう話は先ほども出たんですけれども、はい、新素材の材料を使っております、うん、それとともに、お話出ております D シェイプという新しい形状を採用しております、はい、で一方中心電極なんですけれども、中心電極に関しましては、四輪用の、ブランドとしてすでに、実績を持っております、はい、RX プラグというものがございます。でこちらで使っております高耐久性を持った中心電極、はい、ルテニウムというものを配合しているんですが、ルテニウム、はい、こちらの、電極を採用しております。うん、で電極自体も四輪で RX に使われているものとはまた違ってですね、中心電極の設計自体も見直して、特に、まあ、サーモクリアランスと言われている部分の設計の見直しを行って、はい、二輪の専用プラグとしている、うん、ということになっております。はい、またこのサーモクリアランスに関しては後ほどお話しさせていただきます。そうですね、はい、このサーモクリアランスっていうところもかなりこだわっているというのは、
また皆さんにも聞いていただきたいんですが、まあ、さっき D シェイプ、まあ、本当にまあ、名前の由来になりましたけども、私も、まあ、宮城さんもね、もう幾度となくプラグ交換はされたと思うんで、プラグの形状ってご覧になってると思いますけども、ちょっと今までだとこう四角い断面っていうのは見慣れてたんですが、こういうちょっと丸みを帯びたのっていうのは初めてですよね。そうですよね。通常は四角い形をしていますけども、はい、確かに言われてみれば、すごいスピード流速で入ってきます、いわゆる混合機、はい、それがピストンの上支点で圧縮されるわけですよね、そこの中でのそのわずかなそのガスの動きをもう妨げることのないように多分デザインされたのが、結局その角 R を取ることによって、はい、D シェイプにすることによって、まあ、気流スワール効果で入ってくるその気流をうまく生かしたい、で結果的にはその火炎電波をスムーズに行いたいというところの願いがこもった僕デザインだと思います、はい、鈴木さんもなんかライダーの立場でもうほぼなんか完璧な感じの今なんかこうイメージをされてるんですけど、鈴木さんその辺は間違ってませんか、大丈夫ですか。すでにもうネタバレしてしまったんですけどネタバレしてしまうぐらい、はい、まさにその通りでして、この D シェイプの外側電極の特徴っていうのは、邪魔をしない電極なんです。邪魔をしない電極なんです、で特に今こちらの方の、スライドなんですけれども、はい、これは吸入時のですね、燃焼室内の混合器の流れを、表しています、はい、で従来の外側電極ですとおっしゃられた通り、そうですね、ちょっと次のスライドに行っていただきましょうか、はいはい、今長方形ですね、はい、形状しておりますので、これですね、まあ、取り付け位置によってはですね混合器の流れを乱してしまうんですね。あ、吸入された混合器の流れを乱してしまう、はい、そういう、まあ、理想的とは言い難い形状でした、しかし D シェイプにしますと、ラウンド形状になっておりますので、まず流れを乱さないということと、はい、それと、まあ、混合器の流れを邪魔せず、さらに電極管にですね混合器を導きやすいという形状になっております。まあ、宮城さんがちょうどさっき、ね、おっしゃられた、はい、そのはい、やっぱり見えないんですけど我々はエンジンの中身は、はい、でもその中でどうなってるかっていうののさ、まあ、その流れがとてもスムーズになるっていう、そうですよね、はい、そういう形状なんですね。で特に二輪車はエンジンが高回転でもありますよね。だからこそこういったところがすごく重要になってくるんじゃないかなと思いますね、はい、続いてちょっとアニメーションの、まあ、ちょっと一部切り取りみたいな感じなんですけれども、スライドがですね出てくるかと思うんですが、燃焼状態というところでもさっきちょうど1分間の、映像でもその動き方、それからちょっと伝わり方っていうのが違いが出てたと思うんですけれども、その辺のですね違いっていうのもちょっと教えてもらいたいんですけども、 D ラウンド、まあ、かなりやっぱり着火後のその燃え広がりっていうのが違うんですか。はい、こちらのスライド、あ、すいません、スライド、はい、じゃあ続いてのスライド参りましょうか。はい、はい、この D シェイプの外側電極っていうのは、はい、形状も特徴があるんですけれども、その断面積自体を小さくしております。なるほど。で小さくすることによりまして、まず着火時の消炎作用っていうものをですね、はい、小さくて着火性能をまず上げます、うん、でさらに今度燃え広がっていく火炎核、はい、火炎が燃え広がるときにその燃え広がり自体も阻害しにくいという形になっているんですね。ですからこの D シェイプが燃焼効率の向上に、はい、寄与しているということが言えると思います。まあ、わずかのこの形状の差でそこまでいろいろなことが違うんだっていうのがちょっとね伝わってくると面白いですよね。いや、ものすごい奥が深いですよね、そのプラグというもののこの仕事量っていうのがね、はい、奥が深いなと思います、はい、ちなみにですね、その、まあ、従来品と比較するとやっぱりその、かなり今、ここも今出てきましたけれども、まあ、加速性ですとか指導性ですとか燃費の部分っていうのはやっぱり鈴木さんかなり違うわけなんですね。はい、まさにこのスライドでですねお見せしているのがその、照明になるんですけれども、これは火炎を飛ばした場合に、あ、火花を飛ばした後に火炎の広がりを表したスライドになります、はい、うん、で、見ていただくと分かるんですけれども、一般プラグイリジウムプラグと比べまして、あ、イリジウム IX プラグと比べまして DX プラグの火炎核の広がりの大きさっていうのがですね、かなり違っているのがよく分かると思います、はい、で元 DX プラグはですね、うん、この混合器をより早くより多く燃やす、はい、燃焼させる、でそうすることによって燃焼効率を向上させて、例えば加速性に寄与したり、燃費に寄与したり、 あとエミッションガスの低減に寄与したりといったようなことができるようになっております。まあ、そうやって考えますと本当に時代がとてもね、生み出したというか、こういう時代だから、特にやっぱりこういう燃焼という部分では宮城さんとても大切なことをしているっていうのは分かりますよね。そうですね、今鈴木部長からもありましたそのエミッションに対してのことまで考えて、うん、はい、そのプラグ
に火を飛ばしてるっていうのはやっぱり新たなこうなんていうんですか情報ですよね。そうですよね。僕たちやっぱりそこまでプラグに対して考えてなかった。いや私もなんかそんな風にね、うん、なんかイメージをしたことがなかったので、うん、とてもなんか参考になりましたけれども、ね、作り手としてはそこまで見据えて、ねはい、されてるっていうことですもんね。じゃあ続いてのスライドもちょっとお願いしてよろしいでしょうか。はいはい、今度は実際にこの、まあ、性能としてもグラフでこう見ていただけると分かるんですけれども、これはスピードに関するデータですか。はい、そうです、はい、加速性に関するデータになります。はい、モト DX プラグを、一般プラグ黄色ですね、あとリディウム IX プラグ、うん、青色と比較して30キロから時速30キロから時速80キロまで加速した時の、到達するまでの時間を比較したグラフになります。はい、でコンマ2秒、一般プラグと比べるとコンマ2秒のタイムアップをしております。うん、で従来のイリジウム IX プラグと比べましても優位差が出ております。はい、これ実際宮城さんなんかライダーの立場からすると、まあ、この80キロまで到達するっていうのはいわゆる普通にユーザーの皆さんが使われるスピード領域で、このタイム差って驚異的ですよね。我々の生活領域ですよね。でそれで考えると、じゃあエンジンってなんで回ってるのってよく考えるとね、基本に考えれば良い混合機でしょ、はい、で良い圧縮でしょ、はい、でそこに良い火花が散ることなんですよね。三大要素ですよね、はい、で我々エンジンがどうのこうのってすごく興味を持って話してますけども、その3つがちゃんと揃ってますかっていうことを考えると、うん、今回 NGK さんがいい火花を飛ばしてくれてるわけじゃないですか、はい、それは当然その入ってきたガスがよく燃えますから、そうです、ね、コンプレッションも生きてきますよね、はい、そうするとその上下運動が回転エネルギーに変わって車がよく走るっていうのはもうそれはその通りだと思いますね、はい、しかも先ほどね、鈴木部長が言われましたけど、燃費にも大変貢献しているっていう意味では、はい、次のスライドもちょっと見ていただきたいんですけれども、まあやっぱりその燃料の消費量っていうのはやっぱりねこの時代ですから、いかにやっぱり、有効なこの燃焼で、そして、省燃費に寄与するかっていうのはとても技術者としては挑みがいがあるところですよね、鈴木さんね。はい、さあ、今一般クラップラグと比べると 2.3% ですか。はい、 2.3% アイドリングの比較になるんですけれども、はい、2.3% の向上効果が見られております。はい、で先ほどですね、その 0.2 秒という話があるんですけれども、ちょっと上を見ていただくとですね、その一般プラグと比較して30キロから80キロに加速して到達した時点の 0.2 秒を実際に距離長さで表したこういうちょっとね、こちらものを作ったんですけども、 4.4 メートルにもなるんですね、鈴木さんね、これね。はい、だいたい車1台分、車1台分、バイクで言えば2台分ですよね、はい、完全に、はい、ですからドンとスタートしたら2車分リードできるっていうことですよね、すごい加速のやっぱりこの違いが実際になんかすごく今すぐにでも体験したいぐらい、なんかこれ大きいですね。モト GP の加速の時には必ず必要ですね、スタートの時に。はい、で先ほど新素材という話が出てきましたけども、鈴木さん、その D シェイプに新素材っていうのはどういったところをちょっともう一回アピールとしてはしたいところですか。はい、はい、先ほどお話しました通り D シェイプにすると同時に断面積をですね小さくしております。で、はい、基本的にそのスパークプラグって言いますのは、電極を小さく細くすると耐久性が劣ってきます。で先ほど着火性能をお話をさせていただいたんですけれども、はい、一般的には着火性能と耐久性能っていうのはトレードオフの関係になってしまうんですね。ですから、まあ、この D シェイプに関しましては、はい、新素材を用いることによって、消耗を抑えるということを行いました。はいはい、ということは耐久性が上がるっていうことになるわけですね。はい、はい、そうなんです。そもそもですね、はい、先ほど松井の方からもお話がありました通り、このプラグ自体は 125cc 以上のですね、まあ、どちらかというと中型大型の排気量のバイクを狙ったプラグということになるんですけれども、はい、そういったお客様からですね、まあ、今のエンジンレイアウト上なかなかスパークプラグの交換がしづらい、もう少し長寿命ならできないかといったようなご要望を以前からいただいておりました。はい、まあ、そういったことですね。はい、どうぞ。今回その、まあ、四輪用の実績のあるルテリウムプラグと、合わせてですね、うん、新素材の D シェイプの外側電極を使用することによって、耐久性の向上を図っております。はい、まあ、具体的には、二輪用のプラグっていうのは今までの距離、そして今度はモト DX を使うとどれぐらいの距離までやっぱりこう伸びてくるっていうのがあるんですか、データとしては。はい、従来ですね、ニッケル、一般のニッケルタイプだとか、うん、あとイリジウム IX プラグっていうものは、はい、3000から5000キロで弊社の方としましては交換を推奨させていただいておりました。はい、で今度このモト DX プラグに関しましては
8000から1万キロでの交換の推奨ということになります。はい、まあ、宮城さん、これ大体倍って考えると相当な耐久力向上になりますよね。はい、うん、これはもうユーザーにとってはすごい嬉しい情報だと思いますね。まあ、この数字をご覧になった方はひょっとしたらあれプラグって何万キロも持つんじゃないのって思ってらっしゃる方も多いと思うんですけども、はい、ちょっと余談ですけども、それは例えば自動車ですとそうだと思うんですね。そうですね、乗用回転数が2000回転3000回転と低い、ただ我々が乗ってるオートバイってどうですか、もっと回転数が高いんですね。そうですよね。ですからそう考えれば本当にその1分間に乗用車に比べれば2倍3倍の回転数で我々の走らせていますから、うん、はい、まあこういった数字が僕は適切だと思いますね。なるほどね、はい、そして鈴木さん、サーモクリアランスという話が先ほどちょっとね後回しにしましょうって話ありましたけど、そこはどういうこだわりがあるんでしょうか。はい、はい、サーモクリアランスを、拡大するという言い方を私たちはさせていただいております。はい、で今この絵にあります通りサーモクリアランスって言いますのは要するにこれ絶縁体の先端部、はい、白いところですね、あそこの内径と中心電極の外径、ここの隙間のことをサーモクリアランスっていうふうに呼んでいるんですけども、今赤くなってるところですね、赤い部分です。はい、はい、元 DX プラグは従来のこのサーモクリアランス隙間と比べましてここの部分をかなり大きく取らせていただいております。うん、そうすることによりまして例えば絶縁体にカーボンが付着した場合におきましても、まあ、いわゆるくすぶり状態というものになってもですね、電極間での火花を確保しやすい確保できる形状ということになっております。まあ、どうしてもバイクってね結構繊細ですから、はい、プラグがねなんかかぶったりくすぶったりっていうのは、まあ、我々昔の世代のライダーからすると、まあ、我々世代はね、はい、日常茶飯事だったんですが、そういったこともどんどんと低下をしていく方向に技術的には改善されているということですね。はい、まあ、いろいろと、まあ、そうやって考えるといいことづくめに思えますけれども、まあ、それだけ技術の、ね、開発の皆さんが、まあ、ユーザーの声を今度は商品として具現化するまでに相当大変な、ね、研究開発をされたんだなというところではいいものが出来上がったって考えていいでしょうね。もう楽しみですよね。はい、さあそして今回宮城さんがこちらの会場に来ていただいているというには、はい、実はまあ、わけがあるわけなんですけれども、まあ、実際ね宮城さんはまだこのプラグの、実はバイクに乗ってないそうなんですね。もちろんそうですよ、はい、今日発表ですから残念ながら僕はまだ使ってないんですね、はい、ただそのいろいろな技術説明を、まあ、今お二方から伺ってもですね、はい、早く使いたいですよね、でいろんなその話が全部辻褄が合ってきますよ、はい、で先ほどもお話をしましたけどもね、エンジンのやっぱりよく走る3大要素っていうのはいいガソリンが入っていいコンプレッションがあって、はい、いい火花を飛ばすことなんです。そういうことですね。だから僕たちは例えばバイクによっては単気筒もあれば2気筒3気筒4気筒ありますよね、はい、まあ、そういったエンジンの楽しみがあるわけじゃないですか、はい、これは自動車と違ってオートバイのエンジンのフィーリングを僕たちは楽しんでるわけでしょ。なるほど、まさにそこに一番寄与してるんじゃないかなと思ってますから、すごい楽しみにしています、はい、そして宮城さんなんですけれども、実はですね今回ちょっと皆様にはですね発表させていただきたいのは、はい、この NGK の元 DX を使ったバイクのインプレッションをなんかしてくださるっていうようなお話も聞きました。喜んで、はい、この後ですね、自分の持ってるマシンにもですね、装着させていただいて、まあ、どういうふうに体感できるかということを、うん、しっかりとホームページ上などまた紙面を通じてですね、はい、いろんな方にこう発表発信していきたいと思ってるんですね。なるほど、はい、そうすると1年をかけて、はい、この NGK の新商品であります、はい、元 DX をつけた、はい、そのバイクで、はい、こんなんだよあんなんだよこういう性能が素晴らしいよねっていうところをいろいろ感じ取っていただいて、そうですね、もう東京都内の街乗りから、はい、僕はサーキットも自分のバイク出してますでしょ。そうですか。あとツーリングも行きますから、はい、例えばサーキットっていうのは前回から全開加速の繰り返し、うん、例えば街乗りっていうのはもう低回転の繰り返し、はい、そして高速道路っていうのは巡航を出していますから、うん、ある海底領域でどういうふうにエンジンが着火しているかっていうことを体験できるわけなんですね、はい、まあ、そういったことをしっかりとですね、はい、皆さんにお伝えしていきたいなと思っています。なるほど、まあ、本当に皆さんプラグを変えるということ、まあ、本当に素晴らしい、ね、こういう商品ができましたので、ぜひこの機会にまた皆様にはそのご自身のバイクに、そういった取り組みを、ね、少し、ね、入れていただけるとまた違いが分かると楽しいバイクライフになりそうですね。いや本当にそうですね、はい、乗り物このバイクっていうのは形容詞としてね、あいつがとかこいつがって言うでしょ、はい、仲間なわけでしょ。なるほど、だったらいいものを、ね、使ってもらいたいなと思うんですね、はい、例えばいい美味しいガソリンを食べてもらって、例えばいいエンジンオイルを入れてあげて、はい、元気が出るようにいいスパークプラグをつけてもらって、はい、元気な相棒でいてほしいわけじゃないですか。確かにそうですね、乗り物ってもうバイクだけですよ、こういう形容詞するので、はい、だからこそいいものを使ってほしいななんて思いますね、はい、じゃあ改めてね、PR を今回、まあ、この宮城さん発表させていただいて、明日も明後日もまた
宮城さんにはステージにも来ていただいて、はい、いろいろとプラグそしてバイクライフについていろいろ話を聞こうかと思うんですが、最後になりますけど宮城さん一言、はい、今回のこの新商品いろいろ楽しみなことがいっぱいお耳に入ったと思いますけれども、はい、改めて、何か一言いただけませんでしょうか。はい、ありがとうございます。立ち寄りいただきましてありがとうございました。皆さんに本当に多くのですね、バイクファンの皆さんにお伝えしていただきたいのはですね、本当に自分たちの愛車であればそれこそ見えないところにもね手を入れてあげてほしいということなんですね。外見をきれいに磨いてあげることもこれも大切なね愛車を可愛がる一つのファクターだと思います。でも本当に見えないところでひょっとしたら悲鳴を上げていませんか。なるほど。そういったところに手をかけてあげていいものを使って皆さんのバイクライフがより一層豊かになってくれることを僕は本当に願います。で皆さんと一緒に僕自身もバイクを楽しみたいですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、鈴木部長の方も、皆さんに一言最後にお願いしたいと思いますが。はい、二輪専用でですね、初めて開発したプラグになりますけれども、大変自信を持ったプラグになります。はい、ぜひお使いいただければと思います。よろしくお願いいたします。はいはい、ひょっとして皆さんなんか最近バイクが不調だな、なんかあまり調子が良くないなと思った時に、あ、これだったのかっていうことがひょっとするとね、すぐにお分かりいただけるようなそんな商品だと思いますので、はいはい、実感いただけると思います。そうですね、ぜひ皆さんも実感いただきたいと思います。鈴木部長もありがとうございました。さあそして最後に松井さん、最後に皆さんお集まりの皆さん関心非常に高い中でこれだけお話聞いていただきましたので一言お願いできますか。はい、ありがとうございます。満を持して、技術の粋を集めて、でかつ我々の優秀な若手が一生懸命企画して立ち上げたプラグです。皆さんの、バイクで、ぜひお使いください。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。さあということであっという間のねちょっとお時間になりましたけれども、まだまだ話し足りないことございますけれども、この後も宮城さんを通じてですねたくさんのまたインプレッションなどが、皆様にね、お披露目されると思いますし、そして明日明後日もトークショーの方で宮城さんにもいろいろ語っていただきます。そして何よりも今日ね技術者の皆さんこちらのブースにもいらっしゃいますんで、この後12時を過ぎましたらまた皆さんいろいろとねご質問などをプレスの皆さんもしていただきたいというふうに思います。ということでお三方どうもありがとうございました。では改めてご紹介させていただきます。宮城ひかるさんどうもありがとうございました。そして鈴木部長、そして松井城もありがとうございました。どうぞステージ上の皆様に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。驚きの加速感を全てのライダーへ、二輪用プラグに D の衝撃誕生、 NGK モト DX、二輪初ルデニウム配合中心電極を採用、サーモクリアランスの拡大により優れた着火性が持続、そして新素材を採用した D シェイプ外側電極、この形状で燃焼効率大幅アップ、火炎が広がり理想的な燃焼を実現、性能が違う、耐久性が違う、体感性、突き抜ける加速感、すべてのライダーへ NGK モト DX。